全然ボロボロだよ。で次は I have no regret。 まあさすがにこれはね悔いはないわ。 They had to become a student of Tokyo University。 まあミス見つけちゃいましたよ、制作側の。すいません、また見つけてしまいました美術さん。ホールデー始まりました、モリテッチャンネル。さあ今回ですね、皆さんが楽しみにしていたドラゴン桜に突っ込んでいくシリーズもいよいよ最後になります。ドラマなんだからとかね、真面目に突っ込むなってね、いっぱい言われながらやってきましたが、楽しみにしてくれていた方もいるようだったんでありがとうございます。ということで最後も突っ込んでいきましょう。毎回必ずね英語を使ってくれる、僕のためにわざとやってくれているのかなと思ってますまあもちろんね、他にも突っ込むとこあったんですけど、まあ合格発表の時にいきなり ALT の先生出てきて、いた？今まで ALT。女性の先生出てましたけど、白人の。いや別にいいんですよ。それはいたっておかしくないじゃないですか。別にそんなの普通に学校にいるのはおかしくないんで。けど、電話対応はおかしくないですか？ ALT の白人先生、電話対応してるよって思って。海外からかかってきたのかな？わかんないけど。ちょっとね、それは笑った。で、あとさ、別にこれもいいんですよ。全然もう何の問題もないんだけど、早瀬岩崎がこうさ、抱き合う感動のシーンでさ、いや別にいいんですよ。いいんですけど、なぜか白人の男の子が映ってるっていうね。いや別に全然ハーフだったりとか、ハーフじゃなくてもね、全然いるから、いいんだけど、なんでこのシーンにいたのかなとちょっとね、思いましたけど。ね、まあ、あとは、まあツイッター上でね、ちょっと女子率が高すぎだろっていうね、東大は女子が少ないのに、女子の方が多く映ってるぞっていうのはあったんですが、あんなきらびやかな女性いっぱいいないですよ、東大受験してる人たち。まあまだね、最終回が終わっても、なんかだってパラビでやりますみたいな言ってたもんね、7月。あれここどうなんのってとこまだあるから、ちょっとあれ触れられないで終わっちゃうのかなって思ってる部分はあります。ちょっと不安。では、天野くんの英語見てみましょう。はい。Today is the announcement of the exam result っていう風になってましたね。今日は合格発表みたいに言ってたと思うんですけど、Today is the day とか、まあついてた方がいいかな。Today is the day of the announcement of the exam results。まあ複数形で使うことが多いですね、results って。さっき喋ってたネイティブね、すごいね、あのね、自然さにうるさいネイティブで、彼が言ってたのは、ダメ !The day of the って、まあそれ文法上合ってるかもしれないけど、そんな風に言わないから。Today, Tokyo University will announce the results of the exams って言えってすごい言ってた。で、次は I have no regret。まあさすがにこれはね、悔いはないわ。I have no regret って言うと思いますね、普通はね。複数形の S つけるはずです。はい。で、Hey yo! って言ってますね。Hey yo! みたいなね。はい。ちょっとラップ。っぽく言ってるね、 Hey yo みたいな感じですね、 What's up みたいな感じですが、少女時代のね、 Hey yo GG Girls Generation っていうので印象残ってますけど、自分自身はこんな感じでちょっとねラッパーっぽく、全然インフンでないですけどね。 Thank everyone for fight together until this day とかって言ってましたけど、そもそも for だって for fighting together です。まあ entrance exam っていうのが日本はやっぱ戦いになるから、だから fighting ですね。アメリカ人の感覚からすると意味がわかんないです、なんで戦いなのかっていうのは不明。あとは I'd like to thank everyone とかね、丁寧に言うんだったらやっぱり I'd like to thank everyone for studying together とかなのかな。 YouTuber だったから多分一緒に勉強してたんじゃないのかなって思う。ちょっと until this day ね、これはねもうそのネイティブで何回も言って until this day なんか言うなっておかしい、変。 Do you see you again somewhere? You areないでしょ、これもおかしいだろうってすごい言ってたけどね。 See you again somewhere はぁみたいなね、またどこかでみたいなね。 See you again は Hey yo baby って言ってましたねという感じのね、ダンスでサポートされていましたもんね、すごいね、家族にね。これが合格発表前ですね。そして合格発表で合格ってなって、うわーっつって込み上げて出した英語の歌、その英語もチェックしていきましょう。なんて言ってるかマジで分かんなくて、何度も聞き直しておそらく合ってると思います。続いて合格した時ですね。Who's the man? ですね。俺って最高だぜって訳されてましたね。そう、やっぱラッパーのイメージってそういう喋り方なんですね。I'm the man! みたいなね。最高だっていう意味ですね。なんて言ってるかマジでね、最初わかんなかった。でも最高だぜって書いてたから、あ、Who's the man だろうなって思った。あのね、ちょっとね、M の音がおかしいんで、Who's the man? みたいになってたから。で、次は I'm with a deviation value of 40ですね。偏差値40って書いてあったんで、まあ絶対こうって言ってるだろうなと思った。The deviation value って、ちなみに偏差値なんてないから、アメリカとかに。だから、理解できない。直しようもないよね。って思った。彼らわかんないから。 They had to become a student of Tokyo University。 まあさすがに動詞2つ使っちゃダメだし、
こことここ動詞2個あるし、時制もおかしいですね。なんか I was とかだったらわかるね。 I was ってもともと偏差値40だったのが過去で、でそれが end ってきて have become とかだったらまあまだわかるかなって感じですね。まあもしくはまあその have become、 まあアメリカ人たちこのなったっていうやつ have 足す過去文詞あんま使わないんで、そのまま became ですね。 became our student で、あとはまあ合格発表の段階なんでまだ入学してないんで will becomeっていうのがまあいいんじゃないのって思いますね。で、Student of Tokyo University ですね。はい。で、別にこれ全然問題ないです。あの、一般的にも Tokyo University です。But、でも、東京 University の人たちはですね、The University of Tokyo って言うんですよ。これが正式名称だから。はい。これが東大の。だから自分も言ってた。The University of Tokyo って言ってたけど、みんな Tokyo University で覚えてるから、だから、まあ、Tokyo University でも全然いいと思うし、Tokyo University フリー。フード付きのパーカーにも東京ユニバーシティって書いて売ってたから。だからわざわざ The University of Tokyo って言ってんのに、おい、東京ユニバーシティっていうパーカーはそう書いてんのかよって思って。まあそっちの方が短いしね、字がね。The University of Tokyo って言う人がいる。東大あるあるです。東大の人たち言いがち。で、This is nothing but a miracle。これを奇跡と呼ばずに何と言うって訳されてましたけど、This is nothing but a miracle って言ったら、Nothing but only とか just だから、This is just a miracle とか。ね、だからミラクルに過ぎないって意味になっちゃうんで、他ならないって思う人はあんまりいないと思うんで、だから、ネイティブは This is nothing short of a miracle って言えって言ってましたね。で、もしくは、まあ、This must be a miracle とか、This has to be a miracle みたいな感じですね。だから、よかったね、合格して、英語を強みにしたんだと思うけど、全然ボロボロだよ。Thank you, Sakuragi. Thank you, Muse No. Thank you, 東大専科っていうふうに思ってますね。いや、よかった。合格してよかったよ。感動したよ。でも、間違いっぱいだよ。じゃあ、YouTuber としてね、天野さんが受けてきたね、ひどいアンチコメント見ていきましょうね。高木さんですね。ラップにする意味不明、黙って勉強しろ。こんなに可愛い犬なのに。大坊、こんなことする時間あるなら勉強しろ。ネクストステップとかね。すごいね、ネクステージみたいな。英語真面目に勉強しろ。ふざけるな。リン、東大を舐めんな。なんだこの四つ葉のクローバーみたいなのに。次、レミ、正直言って不快です。いるね、こういうコメント残す人ね。真面目にやってないみたいな。勉強違うみたいな。まっちゃん、簡単な英語ばっかりじゃん。わらわら。東大とか無謀だろ。いる、いる。なんだこのサッカー選手みたいなアイコンで。池野、こんなふざけた人落ちてほしい。ひどいやつだな。で、こういうね、いる背景の人ね、なんかの景色の人。どうしてこういうアイコンにするのか不明。シュート、名前が面白いね。真面目に勉強してる人に失礼だ。今すぐやめろ。いるわ、こういう人も。何のアイコンなのか。人形3つと、この緑の車ですよ。なんて子供みたいな。桃次郎。桃次郎、ケーキみたいなアイコンだけど。勉強は机に向かってやるものです。こんなことしてる暇があるなら、英単語の一つでも覚えたらどうですか？梅。梅。なんだこいつ、受験生をバカにしてるのかよ。ありますね、こういうのね。で、それにさ、答えてくれてたんだよね。弟とお母さんがさ。で、ミキとユータロー。ユータだっけ、本当の名前はね。それに、この受験の時に気づくんだよね。あ、返してくれてたんだ。アンチコメントに。それ、ね、アンチコメント残しておくタイプだったんだね、天野は。で、このアンチコメントに対する返答に間違いがあります、ちなみに。ミスが起こってる。ね、この黙って勉強しろ、ラップに対する意味不明ですね、高木がこうやってやってる中で。初期の動画より明らかに成長してる。あなたのこの勉強法は力になってる。あなたのって、高木さんにあなたのって言っちゃダメでしょ。机に向かうことが勉強っていうのは古い考え方だな。なんでこれ机に向かうことが古い考え方だな。おかしいだってなりますね。そう、この返事ね、間違ってんだよ、これ。このゆうたろうの返事って、これでしょ？桃次郎への返信でしょ？勉強は机に向かってやるものです。こんなことしてる暇があるなら、英単語の一つでも覚えたらどうですか？机に向かうのだけが勉強ではない。頑張ってください。で、ここに、ゆうたろうが机に向かうことが勉強っていうのは古い考え方だなって書いてあるはずなんですよ。でもここね、映んないんですよ。もしかしたら2回この返事書いちゃってて、最後のやつを編集の時に、あ、しまった、かぶっちゃってるっつって、カットしたんじゃないかなと私は思ってます。細かい YouTuber が見つけてくるよって上の方を新たなコメントにしなきゃいけないという感じで、おかしいな、繋がってないぞって思った。これ簡単な英語ばっかじゃん。東大とか無謀だろ。東大は知識を問う問題ばかりではない。難しい単語知ってるからって頭いいわけじゃねえだろう。まあそれは正論。こんなことする時間があるなら勉強しろ。それは一方的な意見ですよね。 YouTube も立派な勉強ですよ。すごい。それはあなたの感想ですよねって言って多分書きたかったんだと思うんだよね。合格して見返してください。天野に言ってるってわかんないじゃん。だから返信の仕方がちょっと違う。東大はなめんなよ。東大は高い壁かもしれないけど応援してます。ゆうたろう、努力を続けているあなたなら合格できます。返信の欄に書くコメントじゃないんだよね。だからこれ、正直言って不愉快です。こんなコメントに負けずファイト。不愉快なら見なければいい。気にせず頑張れ。
これはもうちゃんとした返事になってますね。なんだこいつ受験生をバカにしてるのかよ。辛いこともあるだろうけど、あなたなら乗り越えられる。もうお母さんじゃん。完全に。誰よりも必死で勉強している。完全超身内じゃん、ね、コメントが。でもまあ感動しました。こんなふざけた人落ちてほしい。短期間でものすごい成長してる天野さんは必ず受かります。応援してます。ぜひ受かってほしい。頑張れ。英語真面目に勉強しろ。ふざけるな。英語力が上がってると思います。応援しています。これも立派な勉強です。真面目に勉強している人に失礼だ。今すぐやめろ。英語力は確実に向上しています。継続は力なり。これはちょっと返事になっていくわかんない。誰よりも真面目に勉強している。これは返事になってますね。ということで、これがドラゴン桜へのツッコミ最後になりますので、あとはサブチャンネルの方でね、またいろいろ突っ込んでると思います。ただまあやっぱ受験はね面白いんで、泣ける話でしたね。さあ皆さんの感想もぜひぜひお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.